MLB 大谷翔平の48号をゲットしたのは19歳女子大生野球ファンではないけど、大谷の名前だけは知っている。お前らより高層19歳女子大生うひょと思って画像見たら思ってたんと違うやん。ホームランボール取ったら一生ファンになるやろな。ああ、負けたなんで再会が本気出すの。 W 下位チームは新人試したり負けてもいいと捨て身で来るから勝てないことが多い。ロッキーズも手こずると思うよ。49号打ったとは一攫千金狙いで外野席が客で丸だろうな。宝くじを買うよりは確率がある。大谷大人気だな。売るといくらくらいなんだろうな。49出る前の方が高く売れそうだけど。野球ファンじゃないのに見に来て300万くらいの価値がある親のホームランボールを拾ったか。幸運だなこの女。アジア記録らしいからさぞかし価値があるんだろう。アメリカ人で大谷のボールを記念に大切に保管してくれる人いないの？みんな売り捨てちゃうけど。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。